水道水飲みすぎ問題の話。水道水飲みすぎ問題の話。この話は水中毒とかそういう話じゃなくて、私がね、普段水道水すごい飲んでるなみたいな感じで、そういう話なんですが、まずですね、冬場はですね、水をちょこちょこ飲んだ方がいいみたいですね。こう喉を湿らせておくというか、外出するときはだいたいペットボトルを持ってって、まあ、お茶系の場合もありますけども、なければ水をね、水道水、ペットボトルに詰めてってで飲んでますね、ちょこちょこっと。特にね、店に入る前、なんか外にいて、これから屋内に入るデパートとかね、スーパーとか人がたくさんいるような屋内に入る前、ちょっと飲みます、一口だけね。で、喉を潤すと。で、店から出た後、まあ、うがいの意味も込めて一口だけまた飲むというね、喉についてるウイルスを流すというかね、まあ、胃に入っちゃえば胃酸があるのでウイルスは死ぬんだけども、まあ、そういう感じで冬場ね、よくね、ペットボトルに詰めて水をね持ってって、まあ、水分を取るっていう意味じゃないんだけど、喉を潤すという意味ね、無害の意味で、持ってってますね。で、それが始まりでしたね。それで冬場はだいたい秋、冬、春もそうですね。で、夏場はね、まあ、外にいるときは飲み物よく飲みますけども、家の中、多分デスクのところとか、自分の部屋のデスクのところとかね、いちいちね、水をキッチンのところに飲みに行くのが大変なんですよ。で、麦茶とかね、作って置いとくんだけども、なくなったら飲めないわけだからね。麦茶に限定しておくと、麦茶飲み切ってしまってまだできてないっていう場合は何も飲めないから良くないだろうと。なんか私の、ね、子供の頃の時の暑さとね、今の暑さとちょっと変わってきてるなみたいな、そういう感じがあるわけです。子供の時も暑かったですが、まあ期間が短かったり、あと、まあこれほど暑くなかったような気がするんですね。まあ、詳しく調べてないからよくわかんないですが、でも最近の暑さはですね、長いし、その雨とかもちょくちょく降らないし、あと暑さもね、夜中まで暑いという、大体ね、昔はね、夜になればちょっと涼しくなりましたよ、で寝やすくなったね。最近はね、まあ、夜まで暑いという、まあ、エアコンの関係とかも、室外機の関係とかね、こう都市に熱が溜まるとか、そういうこともあると思うんですが、まあとにかく夏はね、水を少し飲まないと、定期的に飲まないと脱水症状になると、そもそも喉が渇くというね、その前に。だから水をですね、たくさん飲みに行くんだけど、まあ1時間に1回とか飲みに行ったらこう大変ですよね。1日十何回も飲みに行くことになるからね。だから、まあ外行ってる時はペットボトルで何でもいいから持っていけばいいんだけども、部屋の中でもペットボトルを置いとく方がいいのかなと、そう思うんですね。まあでもペットボトル、じゃなくてですね、その水入れ、水のタンクというか水入れ、大体2リッターぐらいでね、麦茶を作るときに使うような水の入れ物、2リッターぐらいの麦茶を入れるような、まあ太い水タンクというか、冷蔵庫の牛乳とかを入れるとこにスポッとはまるような、ああいうのが売ってるんですね、プラスチック製の、まあ、安いやつですけど数百円で売ってるんで、それをね 2,3 個買ってきて、水をね詰めてます。で、だいたい1日ぐらい持ちますね。で、また1日始まるときに全部水詰めてで飲んでおくと。だから 3,4 リッターは少なくとも飲んでますかね。はい。まあ 2,3 リッターは絶対1日飲みますね。多ければ 3,4 リッター、まあ、足りなければ 4,5 リッターになりますけど、まあそれはそんなにはないですけども、まあでもそのぐらいは飲むと。で、万が一ね、夜中とかに、水が、そのタンクの水がないと、キッチンまで行かなきゃいけないから大変だから、もう
余らすぐらいに水タンクにデスクのところに置いてあると、うん、まあ、自分が一番行動半径があるところね、一日のうちで、ということでね、水を若干伸びすぎてるかなという感じもあるんですが、夏は特に、うん、でもまあ、脱水症とか意外とあるんでね、夜中とかも汗びっちょりで起きる時もありますし、まあ、特に危険なのが夜中ですね。自分が意識がない時、喉乾いたとかもわからない時に、もう全部体内のね水分を出し尽くしてしまって汗も出ないと、暑いのに汗も出ないというね、はい、で、なんか体がね異常を感じて、これはまずいと、汗を出さなきゃいけないということで、わーっと汗かいて、それで体異常を感じてますから、自分もね目が覚めるみたいな、で水飲みに行くみたいな、そういうね、それが一番危ないんで、大体夜寝る前に少し飲んで、はい、朝起きた時も少し飲んで、そういう感じしてますね。キッチンとかね、特別な場所、洗面所とかにいちいち水をね飲みに行くのはね、これ大変だし、あと麦茶系もね、作り置きがすごい大変だし、ないと飲めないっていうのは良くないんですね。ちょっとまだできてないから後で飲もうみたいな感じのが一番怖いので、私は最近はね、まあ麦茶も飲みますけども、水を飲んでます、水道水、しかも氷とかも入れないで、これね氷を入れ始めると、ね、大変なんですよ。氷も作んなきゃいけないから、でまだ氷できない、できてないから、じゃあ飲むのは後回しにしようっていうのが一番怖いんでね。だからね、常温の水をね、水道水をちょこちょこ飲むというね、そういうことをしてますね。